はい、えー、こんにちは、えー。それではですね、えー、今日のマーケットを振り返りしたいと思います。えー、久しぶりにですね、えー、大予選出ましたね、えー。日経金株価に関しては、プラス2.13%、801円高で終えております。トピックスが2.23%プラス。ルロース250が1.88%プラス。 日経平均値上がり銘柄数が214、値下がりが11ですね。東京エレクトロン強かったですね。これで気温度99だ。これで100円ですね。プラス3.67%。それから新月ですね。これ決算受けてという形で8.57%ですね。それからアドバンテスト、ソフトバンク、TDK。まあ、これまでね、結構売り込まれたところっていうのがかなり戻してくれていました。まあ、さすがにね。 売られすぎっていうところはあったと思いますし、まあ、金曜日のね、アメリカ市場のところ、あとはドル円のところですね、少し円安方向に戻してきた要因あると思います。ただ、まあ、今週ですね、まだイベント、日銀会合、それから FIMC 雇用統計もありますしね、イベントは結構控えてはいますので、まあ、どこまで織り込んでいるのかっていうのがね、ちょっと見通してない以上ですね、あまり大きいポジションで取りに行くのは、まだ控えた方がいいかなというふうには思っております。 そんな中で、まあ、これだけ良、えー、かったわけなんですけれども、まあ、決算を受けてですね、やっぱり下がってしまうっているところもありまして、えー、今日はスクリーンですね、えー、見ていきたいなと思います。はい、えー。大幅続落と、業績、情報修正もサプライズ限定的で出くつく時感ということですね。マイナス925円、えー、マイナス7.29%、26%で引けております。 まあそうなんですよね。情報修正ということで、まあ内容的には別に悪くないというところではあるんですけれども、やっぱりスクリーンに関してはですね、今までの動画でもたびたびお話しているように、受給がすごい悪いということですね。なので、まあこう情報修正とは言って、 でもですね、まあ、このぐらいのちょろっとした情報修正ぐらいでは、やはり対局を動かすっていうのは難しいのかなというところですね。なので、まあ出尽くし感というよりはあ、まあ確かにですね、サプライズ限定的というふうに書いてありますけども、まあそれよりもやっぱ19面のところのマイナス面っていうのがより一層響いてしまったかなと思います。まあそういうところはちょっとね、数字でいろいろっていうところもありますので、解説をしたいなと思うんですけども、まあ一応内容を振り返ってみますと、 第一試案決算を金曜日に発表しています。営業利益が278億円で、前年同期の2.1倍。市場予想を30億円程度上振れたってことですね。で、通期の予想は従来の 1000, 1000億円から1,050億円。前期比11.5%増に修正と。ただ、情報修正の数値に関してはコンセンサスと同水準なので、サプライズは限定的ということですね。 まあ正直、見た感じ、別に悪くはないけど、高計算というのは、ちょっと僕は言い過ぎかなという感じがしますね。それから、やっぱり比率としては中国のところですね。ここがやっぱり大きいので、そうなってくると、トランプ大統領がね、言っていた中国の規制のところですね、税制面での規制っていうところが引っかかってこないかなっていうところも、まだわからないっていう意味でえ買いづらいっていうのはありますし、少し台湾のところはね、伸びていたのはいいかなとは思うんですが、そちらの方もですね、今後どうなるかわからないっていうところでいきますと、 まあ上を買っていくほどの内容ではなかったようには、個人的には思うというところです。で、チャート的にね、あの、まず見ていって、それから受給面の確認をしていこうと思いますけども、まず付け足から見ていきたいと思います。 今月も残すところあと2営業日となりましたね。30日と31日。おそらくこの大陽線まあ、陰線に関しては巻き返せないと思いますので、4ヶ月連続の陰線でほぼ確定かなというふうに思います。まあ、そういうふうになってくると、やっぱりですね、この天井の上根の重さというところがですね、今月足でもやっぱり上髭をかなり長めに残しての陰線という形で確定しそうな雰囲気になっておりますので、 ま、足型としては相当厳しいということですね。この4ヶ月、まあ、日経が上っていたところでもですね、全く上れずというような形で、売りが売りを呼んでというような流れっていうのをまだ払拭できていない状況ですね。月足ベースで見ても全く強いところを買いたいような材料っていうのが見つからないのが正直なところです。週足で見ていっても、その辺のところは変わらずで、まあ、一過性のですね、この上昇っていうところがあって、ここはですね、14000円あたりのところですね、14,500とかを まあ、下のね持線として上を目指すみたいなねタイミングっていうのがまあ7月ちょっとね、えー、あったんですけれどもやっぱりそれも一過性になってしまって上の抵抗線のラインですね16800のところで折り返してしまって、まあ、そこから先っていうのは結局この陽線をですね、えー、たった2週で大陽線大因、えー、線でアウトサイドしてしまうってうことで相当ですね、えーまあ、しっかりと足固めをした上で上がってきたものに関しても、えー、売られてしまうっていうことで言うと相当な売り圧がまだまだついているそしてその売られた後っていうのもまだ 売りがですねやまないというような足形になっていますので、えー、まずこういったあこの週足ベースでの弱さっていうことを考えると寝転がりは絶対にできないような足形になっているっていうことですねでまあスクリーンのこう難しいところっていうのはどこで下げ止まるのかっていうところになるんですけれども下げ止まりのポイントっていうのがこの上ってきたところがですねほとんどこう調整という調整なく上っ って言いますよね。こう見ていただくとわかるんですけど、陰線これしかない。駒の陰線これだけなので、やっぱりいい、こう調整を妥協して上がってきてるわけなんですよね。ってなると、下がる時っていうのも、やっぱりいい、なかなかですね、この戻りっていうところが見えない状況になってしまうので、えーまあ、このまま下げていくと、多分8000円台。ここが一番ですね、まあ、下げ止まりとしては有力候補になるかなぁとは思うんですよね。まあ、あとは、心的な節目の1万円っていうラインも、一応あるとは思うんですけども、ここに、上りのところに何かあったわけではないので、 で本当にここで止まるのかなっていうところはあります。あと少しね揉み合っているラインとしましてはあちょっと冷やしで見ていきますと。 ここですね。11100とか200のラインですかね。まあ、これのラインに関しては、一旦上りのところでですね、少しレンジを組んでから、上昇に乗り出したっていうラインではありますので、まあ、一旦この11100、200、300。まあ、このようなところを加減にした、あまあ、上昇っていうのは、ある可能性っていうのは、まだね、残されているとは思うんですけども、まあ、相当な売り圧が今日もね、ありまして、ほぼほぼ丸坊主で引けていますので、まあ、ここで止まるっていうのは、なかなか考えづらいということを考えると、まだ上落っていうのは、 進行しそうだなというふうに思います。まあ、中長期で考えても8000円ぐらいまでの下落っていうところは一応シナリオに入れた上で、えー、ポジションっていうところをねあの考えていかないといけないそういったフェーズに来ているかなと思います。でちょっと数字面のところをですね、えー、見ていきますとまず受給のところですね、えー、見ていきますが、えーまあ、最新のところでいきますとちょっと前ですけどもこの7月19日のところですねこれで218万株 これが信用改ざんとして残っていますよと。で、ここ常時的高が200万ぐらいなので、これ大丈夫かなってちょっと思いがちなんですけど、これ大丈夫ではなくてですね、これなんでかっていうと、制度信用のところで行きますと、これ6ヶ月なんですよね。だから6ヶ月以内のところで200万、220万ぐらいあるわけですけども、チャートで見ていただきますと、えっ、ー、と、ちょっと突き足に戻すと、この6ヶ月で見ていくとですね、はい。 1,2,3,4,5,6なんで、ここからなので、要は、今持ってる制度信用で6ヶ月で持ってる人っていうのは全員含み損なんですよね。ってことは、まるまる全部しこりになってきますので、そうなってくると、えぇ、ま、売りをね、こなせないっていうことになってくるので、まるまるですね、これがあしこりだということですね。それから、 まあ、期間のカラりとっていうところも少し動向がね、あの、見えていまして、ええー、まあ、そんなにね、多いわけではないですけれども、えー、カラ売りも入っていますってことですね。まあ、そういうところで見ても、需給的には厳しい。それから、その他のね、数字とかを見ていっても、この有志算のところですね、えー、この青いラインになりますけども、これもなかなか減少っていうのが見えないですね。結構高水準っていうのが維持されている状況。それから、一番良くないのは回転日数ですね。 この回転日数が、まあおそらくこれ決算での仕込みを意識したいなんじゃないかなと思うんですけれども、この回転日数がまあ上がっているということはですね、おそらくは信用外で決算をまたぐような、そういったポジションを取りに行った個人投資家が多いのではないかなと急激に伸びていますので、この辺のところっていうの数値っていうのはかなり、まあ、 なんていうんですかね、個人が多く、今朝前に仕込んで、そして、前のめりに買っているっていうような、そういった動きっていうのが見えるわけですね。だからこういったところから見てもですね、結構状況としては苦しいというふうに言っていいかなと思います。 で、まあ、今後のですね、動きとしましては、あまあ、とりあえずですね、やっぱり1級の改善っていうところをもう待つしかないかなと思いますので、まあ、出来高もそこまでですね、やっぱり伸ばせていないっていうことを考えると、ちょっと心配なのが出来高はまた減少して、資本買いが増えていくっていうようなね、まあ、そういった寝頃買いがずっと入ってしまうっていうのが結構苦しいっていう形になりますので、まずそれが改善するのかっていうのをですね、えー、見ていかないと、なかなかあ安いところで買うといってもですね、難しいかなと、そんな印象を持っています。 っておりますで一応、今のところの戦略としては、真、まあ、下のところですね、まあ、下げ止まりっていう形を作るまでは、ですねなかなかポジションとしては入れづらいかなというところなので、この辺のところですよね、ここがそこだよねというようなラインっていうのを一本規定するような持ち合いですね、横の持ち合いっていうのを少し長めの期間で作るような、そういった動きが出てから初めて上昇に乗り出せるんじゃないかなと思います。 ここもそうですよね。えー、だいたい1、2週間ぐらいですね。えー、こ,このラインっていうのを固めた上でそこからポンと跳ねていると。まあそういったところっていうのを、えー、出してくれないとですね、えー、まあ、なかなかロングでですね、狙っていくっていうのは難しいと思います。まあ、一方でショートは結構狙いやすいのかなというふうに思って、 いまして、えー、なかなかですね、この、えー、下の加減のラインっていうのが見当たらないので、要はここだったら買っていいぞみたいな、そういったコンセンサスがなかなかないと思いますので、わ、え、り、ー、とこうデイトレベースで行くにしても、ですねショートの方が上がった時にショートするぐらいの方が、わ、まあ、割とポジションとしてはですね、えー、安全に戦えるのかなというふうには思っています。 でちょっと今日のデイトレイだけの話をしていくと、ちょっと僕は、あのー、今日い、あのー、名古屋に行っていてですね、移動があったので、あのー、まあ、デイトレイをしたわけではないんですけども、ちょっと見ていたところでいくと、最初前の目ってスタートするわけですね、少し前の目でスタートするんですけども、ここの時点では、 まあ、そんなにですね、えー、ギャップアップが大きいわけじゃないので、えー、頑張ればそのまま上がっていけるかなと、試合もね、非常に良かったのでいけるかなと思ったんですけども、えー、そのままですね、やっぱり買いが続かずっていう感じで陰線、陰線、陰線で、3つ5分足で陰線を引いてしまうんですよね。 で、そうなると、このところでですね、えー、しこりを1個作るんですよね、上のラインですね。まあ、前日の続き足ぐらいのところで、12,700円ですね、えー。このようなところで、えー、1本しこりを作ってしまって、このしこりがですね、最初の20万との、えー、あとの40万、で、60万から70万ぐらいのしこりを上に残した上で、下に、えー、ぐっと下がってしまったので、あ、これは登れないな、というような感じになってしまった。 とということですねなんで、まあ、最初エントリーでしてしまったとしても、この陰性のところと、あと、この出来高黙りのところですね、この出来高黙りを、まあ、早急に作ってしまったわけなので、9時の数分のところですね、作っているので、ってなると、これより上であればまだ戦えるけれども、これより下行ってしまったっていうところでもう引いておかないと結構危ないってことになるわけですね。だから、ブヤップライン、この緑の、あの、青いラインですね、青いラインのブヤプラインも下に下がってるし、えー、上にしこりを残した上で下に行くっていうことは、 もうその時点で切っておかないと、えー、ズーずーとこういう風に下がってしまうっていうことになるので、えー、まあ、今後ですねあのデ出てするときにも、えー、こういう動きっていうのは結構よく見られる動きではありますので、えー、まあ今後ね生かしていただければいいかなと思いますはいということで、えー、結構厳しい足形になってしまったスクリーンなんですけれども a、えー、まあ 確かにですね、この業績自体は、もうちょっとね、評価されてもいいんじゃないかなというふうには思いますので、どっかでですね、また反転するような動きっていうのを、まあ、作ってくれたところでですね、僕も狙っていきたいなというふうに思っていますので、まあ、引き続きウォッチは続けます。はい。ということで、えー、今日はですね、スクリーンホールディングス7735をですね、見ていきました。参考になったと思っていただけたら、高評価ボタン、それからチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。